見えやすいところに書きますね。まあ、筆使いですね。一応、直筆でまっすぐ立てていただいて、まあ、もうであればクッと置いてもらって、でクッとこう。一味が先ほどのままやから粘ってますけども、ここで一回離してもいいし、立て直して、この向こう、ここ羽があります。ちょっと置いて、こう一回起こす。こうやって。もう一回、プサッと置いて、こう起こす。で、スッと。そのままで結構です、これね。あの、上手蹴ったら外へ出そうという力ありますけども、そんなにいらないですから、こう。ちょっと出すぐらいにして、このいったやつをそのまま筆を受けて、こう。ここでちょっと、さっき言った行為があるんですよね。ポン、ポン、ポンってね。これはまあ、この辺ですね。次、異常の意。パッと見た時、かなり平べったいですね。腕を縫製ですから、外からこう持ってきて、角ばらそうと思って、これを。置いて、こう、筆を、これ滑りますけど、筆をこう起こしてくださいね。でそのままこう、筆をグッと滑ります。これ、綺麗に跳ねない。途中で筆をパッと浮かすような気持ちです。でちゃんとこう書いて、次の線をグッと。この下へ、スッと。ここまで。筆先持ってってくださいね。まあこんな感じで書いてもらったらもう一個というのができますけどね。まずですね、工程の一つの楷書台ですね。楷書といいますのは、我々日頃使ってます、まあ行書や草書、よく作品書くときに、まあ、篆書や隷書、先ほど篆書がございましたけれども、その5体の中で一番新しい書体なんですね。どうしても、初めのうち私も勉強してない時は、まあ、楷書を崩して行書やなというねイメージがあったんですけれども、実は楷書が最終的にできたもんやということなんですね。それをまず頭に置いておきます。で今日は一番最初にできましたことを先には、象形文字があるんでしょうけれども、まあ、文字としてですね篆書体、これが一番古いです、ね。先ほど北野先生の講義があったかと思います。で次この時間は一番新しい楷書体。楷書はまあね、小学生、からですね、大人まで、まあ、絶対学位なんですよね。大人になりましても、孔子の関係の書類は楷書体で、もしくは聖書体で、正しい書とか聖書なんですけれども、聖書体で、ご記入くださいというになりますので、楷書、一点一画きちっと書いて、文字を成り立たせてくださいということですね。はい、そしたらですね、何から話しようかなと思うんですけども、まずここにもうね、でっかいなんかプロプロとした貼ってますけども、これ拓本なんですね。玄拓と言います。玄拓と言います。皇帝の日と申しますのは山東省にありまして、ちょうどなんていうのマンションとマンションの間に我々が行きました。皆さん行きましたよね。一緒に行ったかな。小倉先生一緒に行きましたけども、本当に庭ですわ。これがこの皇帝みたいな、だから皇帝の日かっていうのは油もちょい出たりしてたんですけども、本当にあの公園のような平地のところにボツンとあったんですね。でそれを、まあ、今現在はもう美術館に入ってるみたいなんですけれども、我々が行った時には、こんなままではあかんねんと、ちゃんと美術館に入れたいねんと、で寄付を募ったんですね。で私も寄付へ何か言われて、で何もかこう何件か何件入れた人もおりますけども、でこんな日も置いてあったんですね。寄付するやったらこれ買おうわ言うて、皆さんが皇帝皇帝言うからね、皇帝の日は皇帝言うから買ったんですけども、本物です。本物はあの当時の石から取ったものですのでね、また後でゆっくり見てもらったらいいかと思います。ちょっとこの拓本というか日の話からさせていただきますね。一つプリント、このプリントございますかね。このプリントの最初の方にかなり見にくいですけども、一番初画とかね、もう日ができて、すぐに取ったと言われている、それは1500年ぐらい前の話ですから私知りませんけども、言われる日なんですね。これが、その時の拓本として一番古いと言われている初拓というやつです。その拓本がちょうど、月刊の隅 の本ですね。隅という雑誌ご存知だと思いますけども、あそこに特集されてましたので、そのコピーをここに今日は付けさせていただきました。まあ、かなり拓本、としては薄いです。他にこういう拓本も出てるんですけども、拓本、の取り方ですから隅の載せ方が薄くて、まあ、見にくいような感じはするんですけども、古いですから消えてる文字が少ないです。
でこれは話でございますけども、これを見比べると私の持っているこの拓本は真ん中に亀裂が入ってますね。真ん中文字ないやんかと。本来はあったんですよね。でも、この何年かの間に、石もたら、建築材料に使われただけですね、ものがなかったので、この石も建築材料の一つとして持っていかれてしまったということで、多分この上に石がバーンと乗ってたんだね、知りませんよ。知りませんけど、この行がちょうど真っ二つと言われるように、石がもう潰れてるんですね。当時いろんな時代を迎えてますから、建物建てたりね、橋を作ったりとかいろんなことしてたと思うんですけども、その時の材料に使われてたと言われています。でそれがまた掘り起こされて、この状態にまた戻したということですね。だから拓本としましては、これと比べたらかなり新しいです。拓本としてはこれはかなり新しいです。この初拓から見ましたらね、そういうところで分かってもらえるかと思います。それともう一個はですね、次の2ページ目にちょっとね、これじゃないです、ごめんなさい、もう一個のプリントの場所の中に見ていただけますか。あちこち出会いますけれども、こちらのプリントの2枚目の、この辺にもこういったことを書いてもらってます。2枚目のプリントのこの部分、ちょっとちっちゃい、ちっちゃいですよ、かなりちっちゃいですから、私も動画にちょっといなかったら見えないですけども、ここの部分ですね、2枚目のプリントです。これが一番上にありまして、ページ数で言いますから2ページ目です、はい、そうです、ちょっと薄いでしょ、この部分ですよ。2枚目のプリントのここの下の方です、今簡単に下が入ったことがここに書かれています。ここでは、老いてというと王との間ですね、ちょっと見当たらなかったんですけど、この下の方だと思うんですけども、だんだんと、時代が、ね、夏につれてだんだん潰れてくるということがここに書かれています、まあ、これは拓本を皆さん拓本じゃないわ、法上を買われるときに、いろんな出版社が出てます。二元社が出したり、成果動画出してたりとか、いろんなね、本屋さん行くと、同じ工程の日でも拓本が違います。その時に選ぶ一つの条件として、一つの字が欠けてる、あ、こっちの本が欠けてないな、見て、どっちの拓本が古いんかな、できれば、この消えてるこのここですね、だんだん時代が経つにつれて大きく、石が腐るじゃないですけども、まあ、もうしていきますので、その辺を見ながら、買ってもらったらいいかなと思います。その目安ですのでね、本来は切り当たるんですよ、時代とともに、風化していきますから。こういったで、ここの方はあまりベテラン多いですけど、隣にちょっと若い方おって、拓本って、ね、どないして取るかなっていうところ、まあ、皆さんこの方はご存知ですけども、もう一回言うときますと、よく釣りをする人は魚拓と勘違いしてね、石に墨塗ってベタンと取ったんかって言われるんですけど、そうやないですよ。紙当てて、紙を湿らせる、切り抜きかなんかで湿らせて、文字がへっこんでますから、へっこんでるところに薄い紙をポコッとこう押さえながら、雑巾かなんかで押さえながら文字をへっこましと言って、その上に墨をつけた炭粉というんですけども、それをお化粧するみたいにポンポンポン叩いて、文字の部分はへっこんでるから映らない、文字が文字じゃなくて平面がまっすぐのところは黒がきれいに映る。この辺なんかは傷やったんですね、へっこんでたわけですね。まっすぐから見たら文字がへっこんでると同じようにへっこんでたから映らない、そういうことですので、法上を買われる時の目安として、いろんな出版社がありましても、この辺のやつを見て、削れてないなっていうのを選んで買ってもらったらいいと思います。まあ、今こう喋ってますけど、今はね、なかなか文明文化が進んでますから、その辺を上手に修復して墨や何かを塗りつけてですね、分からんようにして売ってるのもありますから、まあ、その辺はまあ仕方ないですけど、まあ風合いという言葉で濁しますけれども、風合いが感じられる、なんか古典の匂いがするなという、本を買っていただいたらいいかなと思います。漠然としか言いませんのでね、そんな感じであれば消えてないです、余談ですけども、そういう感じで、今日は、見てもらいます工場としましては、この工場を使っています。で今日はご自分で工程の日、二元車とか成果炉を持ってもらえた方いらっしゃいましたら、一回これと比べてみます。今現像する中ではこれが一番古いと、一番きれいに写っている本だというところからコピーしておりますね。
後でまた休憩が挟んで、これゆっくり見に来てくださいね。上に大学の、この部分ですね、こんなも全部ありますのでね、ここでは消えておりますけども、ここらも消えてますね。ここにこうという字があって、A という字があるんやけども、この上も全部ありますので、また休憩の時間というか、今の、プリントの一番左端です。書道詩略年というふうになります、ただね、お手本にして書くのもいいですけども、あ、この時代ってこんな作品があるんやなと、あ、これとこれは大体同じ時期に書いてるんやなっていうようなことを思ってもらうと、またね、書き方も変わってくるかと思います。ちょうど、年表の真ん中時代あたりに北魏というね、時代ですかね、あります。まあ、不当時でちょっと書かれているのが造像記なんですね。これは案外と皆さんがよく書くんじゃないかなというところですね。龍門の保養堂というところにある碑が本物ですけれども、これも皆さんどうですか、牛月造像記書かれたことありませんか。四平公造像記、この辺はよく教科書にも載ってあります。皆さんのテキスト、私の言わせもた教科書にも載ってますのでね、その辺も見てください。はい、そこのところが大体この力強い字があるところです。でその後ずっと下へ年表を見ていただきますと、まあ、隋を得て、まあ、隋のところでは詳しいこと書いてありませんけれども、隋の時代では祖辞ご指名とかですね、祖光寺ご指名とか言われている作品も入っています。で唐の時代になりまして、王陽順の旧世紀伝説の名、不正なの皇子平等の日、皇子平等の日は今大元のテキストの規定の課題になっているところです。あと貯水量、これが、まあ、初唐の三大化と言われるところの書ですね。まあ、これなんかを頭に浮かべてもらいながら見てもらうと一番わかりやすいかなと思います。ね、15ページ16、17ですか、このページをちょっと見てもらうと、今こと行動できたところがちょっとわかるかと思います。はい、ここの2番あたりの牛月造像記ありますね。だいたいこの時代の字です。この皇帝の日もこの時代の字です。で隣に行くと唐の時代の字です。ちょっと違いますよね。まあ書きぶりはこれのちょうどミックスした感じだと思います。ミックスした感じ。2番目の牛血造造の句と旧世紀の間、あ、それでいいですか、どっちでもいいです間の字やと思ってもらったら結構です。で我々よくね、皇帝の日、僕自身は好きなんですよ。でいろんな本見てると草原書道会であって、金子大手という先生も、まあ、これから習わしたらええかなとようね文章見たら書いてるんですね。両方学べるやんかと。あまり、旧世紀ばかりやりすぎると線が痩せると、こっちばかりやるとゴツゴツしすぎると、中間をなす皇帝の日とか、まあ、長漏れあたりから、筆遣い勉強したらええやないかなという文章がどっかで見たんですけどもね、そういうところがありますので、この間をなす書です。まあ、いろんな会場ありますので、いろんな会場、今日は皇帝の日をしますけども、いろいろ味わってみてください。他のを味わうと今日やってるものの違いが分かってくるかと思いますのでね。はい、すみませんね。はい、ちょっと戻りますね。先ほどのプリントのところです。次、特徴と臨書のポイントというところですね。大まかな書きぶりで書いてあります。これはね、一人八甲先生のテキストからちょっと拝借した文ですから、これが一番、まあ、入門的に分かりやすいかなと思いますので、まずここからいきましょう。特徴と臨書のポイントってなりますね。ずっとこう書いてますけども、荒々しい、まあ、美白の書風とは異なり、立地的で建築的完成された美しさがある。まあ、上手な綺麗な文章で書かれてますけど、どんなもんかなというのはやはり自分で法律を見て感じてもらったらいいかなと思います。文字の構成、一定の規範のもとに構成に収まる。構成って何やねんとかね、よく言われます。構成という言葉、方筆という言葉、皆さん聞いたことありますか。方角の方、これに対して鉛筆とか鉛製とかという言葉があるんですけども、このテキスト後ろの方にわからない言葉があれば調べられるようになっています。
基本用語集が載ってありますので、121ページですか。ちょっと見てください。これなかなか教科書というのはね、今もつい贅沢に作ってますから、先生いらないんです。本当に自分で勉強する子は。121ページにここでは法制と書いてね、方筆と書いてますけどね、まあ同じようなことです。方筆、鉛筆に対する語ですと。221ページの一番下の段の真ん中、ちょい後ろです。天閣を角張らせた書き方のことです。反対に天閣を丸みを帯びて書くのは鉛筆と言っているのから言えると思います。でこれ正しいという字が書いてありますけども、方正に収まり、まあ、方筆を使いながら正攻法で攻めて書いてあるということに、そう思ってもらったら結構です。はい、この用語集もまた使ってくださいね。ちょっと難しい本見たら、なんかわけわからんこと書いてるやんと思ったらね、ここに書いてありますから、それを使った専門用語ですのでね、また見てみてください。はい、辺とその続きいきますね。辺と作りの関係も隙のない緊張感を保つ。後で出てきますけども、ちょうど今読みました文章の真下あたりに辺と作り、上下の絶妙な関係性というのがかなり小さいですけども、 D とか秘密の日、秘書の日とかね、いろいろ載ってますね。この辺の辺と作りの組み合わせのね、ついこう密集しながらバランスの取れたところ、見てくださいね。ここですよね、この辺ですね。これのことを言うというわけです。はい、そしたら次、書くにあたってもですね、いろんなことが書かれています。下の段です、1ページの下の段です。横画は一度縦に入れて横へと書いてますね。難しいですけども、ちょっと書いてみますね。縦に一回入れて戻して動かすと、こんな感じのことを言ってますね。だから縦にこう入れてもらって、まあ、こういう感じかな、こういう感じの形を想像してください。筆の入り方です。これ他のね、公私平等の日だったら案外とこう滑らかな、こんな感じ、流星形であってもピリッとした感じだけども、ちょっと強い。それが流血増造器とかいろんな増造器になってきたら、こうなって最後ももっとこの上がっているような感じですかね。まあ先ほど何回も言ってますけど、この辺の間をなすような感じです。で、だいたいここはね、私は思うようにだいたい45度、50度、45度かな、50度かなっていうぐらいの角度で、こんなん測らなくていいですよ。自分で右手で持って書く人は筆をポンと置くと、だいたいその角度がこらえになります。本当に筆を持って、筒につけて筆を自然にポンと置くと、なかなか縦にこう置くとおりませんから、ただこういう置きと思いませんから、普通に右手があってぐさっとこう切る方法ですから、ポンと置いてもらったら引ける角度ですのでね。でまあこれが書きやすいというふうに金子大手先生も文章の中で書いてましたですけどね。まあこんな感じですね。でそして、入れて横へ動かすと。で縦の線は一度横に入れてから、同じことですね、縦の線は一度横にこう入れてから、ここでこう戻してこう書いていくということですね。この角度はほとんど一緒ですね。筆の角度というのはここそれぞれ皆さんポンと置きますから、それをキュッと一回戻してから、うという字と外という字での縦線で大体その変化が簡単に書かれています。で転接、横線からまあ縦線へ変化させたり、まあ、うがんむり、わがんむり書いたりするときですね、一度力を抜いて引き上げてから押さえ直す。つまりこう書いてこう引っ張って、ここのところでは一回筆をこうふわっと上げて、改めてこう置いてからこう、まあ、別にここで一回筆を上げる人もおります。上げても構わないと思います。私ね、横線書いた、ね、次ここは離したときこう置いて、ここで一回筆離した、筆を離しても構わないです。離さなくても一回筆を浮き上げてふっと突き直してこない、これもありです。まあ、そういうことがここに書かれてますのでね。
それから長い横隔は大胆に伏せるものもある、ね、全部伏せません、よく旧世紀でなくてごめんなさい、造像機なんかでね、体験展でも学生さんなんかがこうね、歩いていけたらぶわっとこう書くんだけども、こう書いて、こう書いて、またここをはたくみたいにこうグッとして、ここをグッとして、ここをこう離して、ね、まあ、ゾウゾウケットはこんな感じで書きますよね。それがこの、皇帝の日であれば、横隔がこの間だったら、最後案外と力入れなくて、ちょっと下へ下がったかなという、こういう感じのものもあるという。先ほど配った方丈の部分でまた後で見てください、ここでもいくつか出てきます。方角の方の横線でも最後上がらないで下げてる、このあるもそうですね、この辺前の方は見やすいんだと思いますけれども、そういうところがたまにあるということです、他の道路では、まあ、めったにありませんね。その隣いきますね、羽はゆったり重く存在感を出す、跳ねるところですね、まあ、これもそうですけども、子供の甲なんかに書くときでも、ここの部分ですね、ここの部分をしっかり上げて表現するという、の羽やから、うちの生徒もそうですけど、一回てっぴょんと跳ねようんですね、跳ねたあかん、別に跳ねんねん、いや、跳ねたあかん、羽を表現すんねんっていうんで、私はそう言うんです。跳ねるのはピョッてあってありますからね、もう力のないところでシュッと細いとんがった線だけ残るだけやから、跳ねるんやけど跳ねを表現するんや。でもこれ前これ出来上がったらなんていうの、跳ねって言うやんか、せやの跳ねやねん、言いようは跳ねやねんけども、跳ねを表現すると思って筆を動かしてくださいね、ピョンとね、いきなり跳ねないでくださいね、跳ねに重みをつけてゆったり跳ねを表現するという感じで書いてもらったらいいかと思います。はい、次いきますね、2、4、5個目ですね、伸びやかでキリリとした左払いの方向、まあちょっとここで見えにくいですけども、まあ普通に書けば、まあ公私平等の日なんかに行くっていうのが出てきたら、普通にゆったりとゆったりとこんな感じでこうあるんやけども、これがもうちょっとこっちへ向けてこちら向きぐらいになって、この角度もそうですよ、でちょっとここに安定感というか重みを残すという感じですね、そういうことを、書かれています。伸びやかでピリピリとした左払いの方向、最後はやや横向きぐらいですね。これ旧世紀や孔子平等の日では案外とこの黒の方がですかね、ここでは書かれてませんけども、この払いも案外と短いんですよ、案外と短い、右払いがね、案外と短くて結構です。で最後いきますね、先ほど上の方の文章にもありましたように、辺と作り、上下の絶妙な関係性、理科の理の下に、秘書の秘、秘密の秘がありますね、案外と乃木辺でっかー書いてしもてんなと思ったけども、その隣の必ずという意味ですね、必ずという意味の、この時の出順はペケですから、のを書いて、こっち書いて、で、てんてんてんといきますから、それを微妙に乃木辺の空いてるところに持っていって、すごく密度を高くしています。二つ目の字ね、これなかなか難しいですよ。あと、古谷が、望むなんか面白いですね。棒という字の隣に、カタカナのた、多いですけど、棒をつけて、その下に王様の王をね、地下につけています。ちょっと痛い字っぽいですけども、こういう表現もされています。とにかく線は強靭で強くて筆勢がいいです、ね、風格のある構え、確かな技法を学ぶことのできる初学者にもおすすめの古典ですというふうに書かれていますね、はい、先ほどと同じようにまた隣にも全体が載せてありますので、また見といてください、他の造造記の拓本も載ってます。昔だいたいこんな感じで拓本ってあったんですね。
この石の下は載ってませんけど、石の下は、ね、聖夜の日に行くと大体亀山の上です。亀の上に乗っかってるんですよね、火がね。それがほとんどです。で下の方の像像記になると、像像ですから、この像は仏像の像なんですね。仏像の台座、この上に仏さんの彫刻があるとかね、その下の台座とかその周りに、願文、願い事が刻まれているのが像像記やと思ってもらったら、これも余談ですけど、はい、大体そんな感じで皇帝の碑が書かれていると、特徴があるんだなというのを驚きながら見ておいてください。はい、こう話しながら、やっぱりキャリアの方は、私何本かの古典の名前言いますけども、古典の名前を言った瞬間に、あ、こんな感じの古典やな、こんなやな、ここで料理の話して、あ、カレーやな、あ、うどんやな、味噌汁やな、豚骨やなって味がね、こうなんとなく頭に浮かぶでしょ。それと同じように私が古典名をパッと言った時に、あんな感じの字やな、こんな感じの形の字やなと浮かぶようになれば、まあ、そこそこ勉強は進みやすいと思います。結局隣の部屋で見てたんですけれども、やはり料理とよう似てるんですよね。文字を勉強しよう、いろんな字を書こう、最終的に作品を書こう、創作しようといった場合は、やはりいろんなものを見てください。料理で言いましたら味わってください。この前のね、もう終わってしまって今舞い上がれという朝ドラやってますけども、ちむどんどんでしたか、あれは料理人の話ですよね。世界中の美味しいものを食べて、で自分も美味しいものを作ると、つまりいいものをたくさん見ないと、ね、身に備わらないですから、しっかり見てください。いいなと言われている古典、いろんな先生方から紹介される古典、またはこういった教科書に載っている古典、これをしっかり見てください。しっかり見た上で、今やろうとする古典はどんな感じかな、今作ろうという料理はどんなのかなっていうね、ところを踏まえてもらったら分かりやすいかなと思います。まずしっかり見ることから始めてくださいね。うちらは高校生でもそうですわ。これでタコンでできたってそういう言いますけどね、どこできてんや、何見てんやっていう話をするんですけども、結局見る力がなかったら今度ええんちゃうかなと思ってしまうんですよね。まず、一応お手本らしきというんですか、法上があるんですから、まずは自分でしっかり形が合ってるかどうか、形が大体できたら次は勢いができてるかどうか。書というのは、まあ、形を皆さんねパッと浮かんで、ね、私もそうでしたけども、でも形って何やねんって言われた時に、まず線があって、線が集合して文字がなるんやろ。一番は線やろということなんですよね。山という字がこう読むなら、例えば一画目があって、二画目があって、こう三画目がある。一画目だったら縦線しかない、次の線がある、ね、この線の組み合わせによって形がなるんだから、元は線をしっかり書いてくださいということですから、文字は線の集合体、つまりその線を答えるというところまで見てもらうと一番上達がスムーズにいくと思います。はい、ちょっと余計な話もしましたけれども、次今のプリントの2枚目ですね。なんか文章ばかり書いてて、ところどころに流血、労働記とか旧世記を書いてあります。これもね、先ほどの説明とほぼ一緒なんです。一時先生のところとか発掘的な本と、これとこの部分とほとんど一緒なんですけども、それをより詳しく書かれてあるんです。で、足らない部分をちょっとだけ補って、2枚目のプリントでお話しときますと、この、皇帝の碑というのは、2番目のプリントですよ。ちっちゃい字で2って書いてますね。ちょうどこの辺ですね、2枚目のプリントのこの辺で行商、ね、行為ね、行商じゃなくて行為、行商の、まあ、意を持った天閣が多い。何のことやねんというと、亀という字とか無とかいう字が出てくるんですけども、ここね、でそれ分かりにくいから次おまけのところでつけてますけども、この無になんか見てください。これ3枚目のプリントです。これは二文字の熟語と丸まるところを抜粋した文、皇帝のところの中から、二文字ずつ習字したものです。ちょうど二行目の二番目見てください。なんか行書みたいな見えますよね。こういったところもあるんです。
増増業理由によってもこういうところもあるんですけどね、この無為なんかは行為を持った田楽が多いというところです。その他は先ほど説明させてもらったのと、ほぼ一緒でより詳しく書かれてますので、また見てもらったらいいかと思います。それと重心がね、ちょっと、こちら右の方が開くなってるのかな。あ、これもプリント作ってます、ややこしい言い方ですけども、これが本間の初級、中級、反対かな、上級では反対ですね。一番わかりやすいのはこれですね。これも本間原付けました。でも同じこと言ってるんです。同じこと言ってるんだけども、細かいところの説明は一番これがいいかな。全部同じなんですよ、結局言うてることは。角度を変えて説明してるだけですから、この B42 枚のピント見てもらうと、横角の先ほどのこともわかるかと思います。で、縦角ですけども、車という字があります。わかります?この部分がちょっと言おうかなと思ってますけども、縦見てもらったらわかりますように、右側の方を長くして、左側に出っ張りを少なくして、車でもやっぱり中心から見るとやっぱり縦線はちょっとこっち側に左側に寄ってるなっていうのを意識してくださいね。これ結構よくわかるでしょう。いろんな古典を入れてますのでね、この1枚目の名なんか見ると、ね、皇帝の日がある、これ骨にでかいやつですね。ここに皇帆丹、皇帆丹というのは9世紀と一緒やと思ってくれたら結構です。皇陽順の書です。隣、孔子廟堂の日、今、規定で勉強されてます、この武聖なんだそうです。で、隣が皇帝。あ、こんだけよく似てるけども、筆の使い方によって違うんやなっていうところを味わってください。2枚目のプリントは、あ、点とかの部分ですね。あと先ほど言いました、左払い、右払いですね。右払いも結構短いんですよね、なんか言うとね、他の人と比べるとちょっと短い感じ。それと、まあ、これは孔子廟堂の日でも言えるんですけども、大体この汁とかいう字なんかは案外と下の方で揃えます、口をね。皆さんこれ、やー書いて汁っていう字書くときどこで書こうかなと思うんでしょうけども、大体真ん中よりはちょっと下目がいいです。特にこの皇帝の日はかなり下で揃えております。孔子廟堂の日もややその傾向はありますけれどもね、完全に下で揃えてるのが皇帝の日になりますね。またこれもいっぱいそんな字がありますから見てもらったらいいかなと思います。まあ、この辺はお家でまた復習しようかなとか、これ家帰って臨書しようかな、随分に、ね、出すのに書いてみようかなと思う時に参考にしてもらったら分かりやすいということになっております。でこの部分のプリントも、今年ね、体現点、関節2分の1ですね、大体段級の方はね、2文字か5文字か無意だったら、この辺をどうアレンジしようかなとかまでね、一応、皇帝の日ではこんな感じやな、ね、このまま書いたら臨書そのまま、ね、あんまり面白くないですから、ここにいろんなスパイスを入れて、ね、書いたらまた変わってきますのでね、先ほど言いました料理と一緒ですから、あね、和風だしと、ね、洋風のだしをこうあった時にどう絡ましたらいいかなとか、ね、この調味料の味が分かってたらどう加えたらいいかなとか分かるかと思いますので、その辺をアレンジしてやってもらうと自分のオリジナルの、ね、今まで勉強してきた中の、集大成なんですけども、そういったものがこれを見ながらでも変わってくると思います、ね、そういうところに役立ててもらったらいいかと思います。結構いい文章ばかり集めてるつもりです。はい、大体以上で大まかな説明、変に端折ったりしてしまうので分かりにくいところもあるかと思いますけれども、あまり喋ってばかりだと時間がなくなりますので、はい、今までのところで大体分かってもらいます。まずはしっかり見てもらって、皇帝の日はこんな感じの日やねんなっていうところをまず捉えてください。見ないと始まりませんのでね、古典臨書というのは
っかり本を見てくださいね。で今日は、この包丁が持ってこられてなかったらご自分のこの包丁を見てもらえると自分のそこに工程の日ありますよね。ちょっと見てくださいね。今もうほとんどこの本でね、これ60種類かな、今50、60あるんですよね。昔は300ぐらいあったんですよ、このね、名品相関さん。これもいい日ですのでね、二軍社さんのは大概いい拓本を持ってますから、これを見てもらっても結構です。これもあれですかね、少々半分ぐらい。持ってるだけで見てもらって。本でも結構ですから見てください。あのちょっと色が広いですからね、中にはね、こういう黒いのもあったんですよ。黒くタコを取ってる部分もあったんですけども、やっぱりよく見える方がいいかなと思って、バッグの隅を叩く時のこの黒の薄いやつですけども、こっちを選んで皆さんにお配りしました。こんなのもあるんです、いろいろあります。はい、そしたら用意していただいて、何を書かれても結構です。この道の部分を書かれても結構です。まあ、2文字ぐらいからいきましょうか。最初は2文字ぐらい書いてください。方角の方、まあ、点を打ってございます。大体角度を見てください。これぐらいです。やっぱりこう置いて、こう上げないでちょっと下がり気味の形もそのままで上げてもらいます。こう書いて、次羽を表現してください。ここへ持ってきて、ちょうど血管ありますけども、毛細血管の細いところまでちゃんと血液流れるように筆先をピッと持っていきます。これもこういうふうに押してもらって、スーッとついて、もう本当は皿なんですけども、本当はちょっとおかしいですけど、今のが皿ですけども、ここは4で終わってますね。下が長くないですから、このまま書いてます。そしてこれも跳ねるところがしっかりこう、ちょっと割れてますね。これが軽ですね。トンと打って、また弾力を持って次のところへ移る。スッと書いて、戻ってきて、押さえて、ぐっとこう圧をかけて、お羽もしっかりかく。ここ次案外と短いんです、ここね。次が上ですか。点を打ちます。スッと入ります。起こして、こう次の線もこう、こういう用紙で書くと筆使いよう分かるでしょう。にじまないから、ね、こう書いてるうちににじんできたらごまかしやすいんやけど、ちょっとごまかせないのは辛いんですけど、縦線がこう、次の線がこうあってからこうあってからですけどね、これどうやって書いてもちょっと見えてくるんですけども、パチッと割れてないね。次、長ですね。縦、一般的に横、次横、縦、縦、次も、そしたら下がりでも結構です。水から。
し直して、まあ、線の中を、ど真ん中近くを穂先が通るような感じで描くと線が美しく見えます。あとまたそれに行きます。本物は